こんにちは。おお、組むの大変そうだな。とりあえずでは頑張って組んでいこうと思います。はい、とりあえずフロントの駆動系できました。まああのね、肉で使うんですけど、一応プーリーは入れときます。精度いいですよね。精度がいい、こんな感じでございます。ちなみにスライドラック、こんな感じですね。スライドラックはこんな感じ。はい、ということで、RER ハイブリッド完成しました。メカはですね、ちょっと今ビアンカから借りてきてます。ですね、あのタキオンのエアリアにしたんですけど、ちょっとねメーカー欠品で入荷未定っていうことなんで、ちょっとメーカーもうちょっとかかりそうですね。モーターもビアンカからそのまま持ってきてるんですけど、これまあ後で変わります。とりあえずすぐみなんですけど、リアのバネだけ変えてあります。でちょっとね、あの駐車場でのセッティングをまあ出したんですけど、まあ、ウエイトがちょっとついてたりとか、今回ハイブリッドに関してはもうウエイトもバリバリでね、ひたすらリアルさを求めていこうかなと。でフロントのプーリーはついてますね。あ、そうそう、これね、あのラップアップの磁石のねボディマウントなんですけど、これ調子いいですね。これ調子いいです。フロント周りはまあ遠くに、まあ、素組みですね。説明書通りですかね。まあちょっとあのバネのショックダンパーのね取り付け位置とかは変えてあるんですけど、まあ特には何も目立ったことはやってないです。はい、リアはですねレバー比1をとりあえずやめてます。でだけどバネはラップアップのレバー比1用の10.5巻き、 10.25 巻きとかそんな感じですかね。で、まあ、説明書通りじゃない、アライメント変化を起こすように、まあ、ちょっとアームの、ね、取り付け位置とかが変えてあるといった感じです。ということでですね、まあ、ちょっと家の前でしか走らせてないんですけど、めっちゃいいです。ハイブリッドめっちゃいい。まあ近々ね、どっかサーキット行くなりなんなりして、シェイクダウンの様子をお届けしようとは思うんですけども、今のところ家の前で走らせた感じ、めちゃ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 いいです。あの操作してて楽しいですね。ということで RER ハイブリッド組み立ててみたっていう動画でした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあいね。